年目ぐらいかな、その高木宏之さんって人が2軍バッティングコーチになって、じゃあ今のままじゃあ1軍でずっと試合で続けるっていうのはきついと思うぞっていう話から、右打ちを覚えろ、逆方向、とりあえず2ストライク追い込まれるまでもう振るな、振るなっては見ろって、そう見ろ見ろ全部で、2ストライク追い込まれるやん。でプロっていうのはその2ストライク追い込まれるまでにカウントが整っていく、自然と2、2とか、うん、だからフォアボールも取れる選手になっていけ、右打ち覚えてフォアボール取れる選手になっていけっていう言われて、もうそれをずっとなんか意識してやり始めた、ずっと2ストライクから追い込まれてもう右打ち。